お客様、この辺りから強い悪魔の気配が。ヒヒヒヒ、それはクロナのことですか？その声は上です。見上げてみるです。ミニクロナが減っていると思ったらお前らが邪魔していたのですね。あなたがいたずらを仕掛けている悪魔学校の生徒さんですね。そういうお前がクロナを邪魔しているダメ天使とアホ人間のコンビですか？これはエンジェルリング社の正式なお仕事なんです。別に邪魔をしたいわけじゃありません。社畜は大変ですね。せいぜい頑張るです。ま、どうせ無駄ですけど。そんじゃバイビーです。悪魔さん行っちゃいました。やりましょう、明日のために。左に行くってください。作ってあげる。いただきますよ。体がこんなに熱くなってるなんて。乗っていっちゃいましょう。乗っていっちゃう。直撃です。あなたのために。だから。
はダメよ。感じたの。気をつけてください。
これでミニクローナーでしたっけ。ちっちゃい悪魔さんの気配はなくなったみたいですね。お前らよくもやってくれたのです。その声は上です。上、もう一回上を見るです。さっきの悪魔さん、お前らどうしてクロナの邪魔するですか。だから邪魔してるんじゃなくってお仕事なんですってば。やれやれ、社会人のくせにああ言えばこういうやつです。あなたこそこんなにはちゃめちゃにしちゃって、魔界からやりすぎって怒られても知りませんよ。くるるるる、むむー。言い出してるのですかお客様。なんなんですかこの人間は。ともかくこれでも食らうです。ディストロイ。ノルマの天使は地べたがお似合いですね。ちょっぴりだけど胸がスーッとしたです。これに懲りたらもうクロナの邪魔をするんじゃないですよ。勘弁してください。早くカードキー見つけて展開に帰らなきゃ。